始めようよ、今すぐにたどり着きたい場所がある。何を持って行けばいいって心配ばかりしてないでさ。お客さんの心を動かすのはみんなの心だったり声だったりするかもしれないけど、お客さんの体を動かすのはみんなのリズム感だよ。これが今手見たらバラバラなんですよ。始めようよ、今すぐにたどり着きたい場所がある。本当の意味の上手はもう一個上かなきゃ。まず歌ではない部分からすごく苦戦して、一見簡単そうに見えるリズムの取り方とかもいざやってみるとできなかったりとかで、出る？なかなか高い音が出せなくて、本当大丈夫かなって不安になって。こうなりたい。完璧だね。すげえ。みんなからおーっと言われたから。これから本当になんか下手すぎな姿を見せちゃダメってどんどん感じてプレッシャーです。まあまあ辛いね。これボイトレ必要なやつやな。 A なのにできない人たち今続出だったじゃん。ちゃんとやってりゃ絶対抜かされないから、絶対に自分の席は譲っちゃダメだよ。はいはいはい。ちょっと待って、まあ歌歌ってるっていうのをちょっと引き目に見ても、今の段階でみんな F かも。いや正直ショックびっくりしました。焦りました。まだ浅いなと自分たちの考えというか見てるところが。みんな A って言ってもごめん、レベルは決して高くない A です。もっとレベルは上げなきゃいけないから。はいはい。はっ、うん、っていう声出すぐらいやってもらおうかな。声出してください。はいはい。あ、バイバイ。そう、豆原くんとかめっちゃいい感じ。